天井いっぱい。うわ、すごい。あ、後ろも、うん、そうそうそう、全部。すごい。これ、ここが、これどうなるんですか、これ。ここ、あ、ああ。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、テスラモデル3です。はい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 、今日もやってまいりました。今日はですね、あのお友達に車をお借りしてレビューしようと思います。はい、お久しぶりです。こんにちは。久しぶりですね。モデル3、去年があのモデル3、モデル3、モデル3ね、うん、すごい。去年ですよね。そうですね。おー、すごい、もうピカピカでかっこいいんです。早速外装の方見てみましょう。テスラモデル3ということで、こちらはね、ロングレンジタイプになりますね。日本円でね、655万円もしますね。デュアルモーターの AW 式です。いや、テスラモデル3はね、だいぶね、日本社会で走りやすいボディサイズになりましたよね。全長が4695、全幅が1850mm、全高が1445mm ですね。いや、すごい。それにしてもね、すごいなんかのっぺりしたね、なんかエイリアンみたいな、なんかそんな印象がありますよね。今までにないデザインだなと思います。底面もパネルで空力すごい感じ。ちなみにハザードをつけてもらいました。あ、すごい。下がね、こんな感じで光るんですね。爬虫類系っていう感じもするかな。テスラの中でもサイズが小さいんですが、まあそれなりに、やっぱそれなりに大きいですよね。十分ね、これまあ5人乗れるタイプになりますね。あのモデル S とかは4人乗りなんで、まあ本当にね、実用的だなと思いますね。わあ、すごい。ホイールが変わったホイールしてるな。すごい、これなんか平べったい感じ。235の 45ZR18 18インチを履いております。わあ、取れる、ひょっとして。わあ、割れそう。わあ、取れた。あ、すごい、中がこんな感じなんや。これ、こっちの方がかっこいいですよね。そうですね。そうですね。けど、あの、これが、あの、エロカップという、はい、で、エフィシエンシーが 5% ぐらい。すごいね。これで 5% ぐらい空力の稼いで伸ばすというものらしいですね。ちょっとね、後ろを映させてもらいます。後ろから見たら、こんな感じです。いやー、シンプルですよね。ちょっとね、ライトをつけてもらいますね。お、こんな感じか。あ、結構小さい。すごい。ここにちょろっとだけつくぐらいなんですね。いや、これ小さない?で、このモデル3はね、デュアルモーターということで、前と後ろにモーターがついてるタイプになりますね。はい、今ね、リバースつけてもらってます。いや、ここにね、ちょっとだけつく感じ。あ、扉は結構広く開くんやな。前はどうなってるんですか?あ、すごい、こんなトランクなんや、前は。ホンダ E はね、前になんか、エンジンとかモーターないんですけど、なんか機械がいっぱい入ってましたよね。で、後ろは、おぉ、まあまあ、全然使えるこのスペース。こんなに広いんや。下は、あ、広い。そう、すごい、こんなに。わ、すごい、これトランク1個ぐらい入りそうですね。わー、やば、モデル3やべ。めっちゃ使い勝手良さそう。ちなみにね、この後ろの扉のガラスは、これぐらい残ります。まあでも、あの、なんていうんでしょう、このフレームがね、ないですよね。あ、こういうところが光るんか。あ、なんかところどころメッキ使いが、あ、なんか高級感ありますね。モデル3高級感あるわ。ミラーはこんな感じ。ちょっとね、ブルーな感じですね。で、あれ、カメラ?あ、カメラこれか。カメラここにあるんですね。あー、なるほど。アルミニウムだから、だいたい普通の車でバーンってやってるやろ。これが、あー。静かに置かないとこれが歪んじゃうんですね、アルミなんで。いや、ではね、ちょっと今炎天下で暑いんで、内装の方を撮ってみようと思います。ではね、内装の方見てみましょう。これが使いづらい。はい、では、お邪魔しますと。おー、すごい、なんかもういきなり度肝抜かれますね。ふぅ、涼しい。あ、この辺全部クーラーの。
そうそうそう、全部クーラーと、ーあのこれであの開ける、上げる、うわうわすごい、うわ全開で、全開、え、上げる、下げる、多分あの1本、1本だけの方が、あ、1本で、そうそう、うわすごい、すごい、うわなんじゃこれっていうか、この何もないんですね、ここにまず何もなくて、うん、もうこれしかないんですね、情報ボードっていうのは。あ、今443キロ走ります。電池残量が76ですね。タッチの反応が早い、うん、これが1年であのプレミアムサービスがある、そしてあのサテライトができるけど、あの普通のサービスであの Google マップっぽいあになる。ああ、ということは、あの車の LT、 あ、今 LT、 あ、これは月いくらぐらいで、あのこれはただ、あ、これはただ、あのこれがベースベースモードけど、少し遅いですもんね、表示がね。そう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 、うんうん、あのもっとところと関係、はい、もっと早いやつになるとお金がかかると。そうそうそう、あ、うん、のあのスピードが大体同じ。あ、スピードは同じ。あ、場所によって電波がね。そ う, そ う, そ う, そう、これで、あのこれがあのプレミアムバージョンで、はい、あのサテライトマップで、あの1年であのただ、うん、けどその後であの1500円ぐらい、1500円、おお、一月1500円でこのシステムが使える、うん、そうそうそう、あの サテライトだけけど、サテライト普通のナビゲーションとか、うん、全部が入ってるけど、あのこういうトラフィックは見えるということですね。あ、ミラー、そう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 、あ、ミラー、ここで、そう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 、ここであいつを動かすのか、うん、あ、ちょっとやってみましょう。操作はここでねやる感じですね、うん、上下もクリクリとこうボールみたいなのがついてますね、うん、ついでに合わせとこう。でこの天井、ほらもうすごいよ、これガラススクリーンが、天井いっぱい、うわすごい、あ、後ろも、うん、そうそうそう、全部すごい、あ、ステアリング、ステアリングもこれで、すごいすごい、あ、結構なんか細かくできますね。そうですね、ちょっとずつ、これクリック感がね、1ミリぐらいのクリック感があるんですよ。で、え、これじゃあ今スコットさんの、うん、あ、今スコットそうそうのドライビングポジションにしようと思ったらそうそうそう、どうしたらいいんですか。あのこれで、あのリストラにすれば、あ、ここで、あ、動いた、うん、あ、そう、もしあのイージーエントリーにすれば、あのドアが開けてる、あの出やすい、うん、あ、今これがグッと上がりましたね、うん、グッと上がりました。これ乗り降りがしやすいと、すごい、こんな感じで、あの手元の、iPad みたいなやつので、全て操作ができますね。結構ね速いんですよ、スピードが。で一応こう物理のボタンもねついてますね。ですごいのがこの天井なんですよね。これすごいな、後ろまでつながってるんですね。ちょっと後ろ乗っていいですか。はい、はい、やっぱ電気自動車なんで下がすごいフラットですね。でちょっと床が高いような気がします。あのホンダ E もね、あの床は高かったですね。バッテリーが下に積んであるんで。でこのシートね、革張りのフェイクレザーね、うん、っていうことで、わあ、ちゃんと肘置きもついてくる。すごい、ちゃん5人乗れるんですよね、うん、5人乗りということです。あ、二つ一応ついてます。これ C にね、もうアメリカは新しくなってると。デザインがすごいシンプルですよね。あ、これ、あ、フックや。荷物フックが出てくる。これ後ろは、あ、これライト。わぁ、なんかデザインが飛行機みたい。これは、ここは閉じられないんですね。クローズはできないんですね。え、こっちもクローズはできない。そうできない。暑くないですか。暑い、ちょっと暑い。、まあ、こんな感じです。わ、すごい空が綺麗に映ってますね。なんか未来カーに乗ってるなという感じがします。これなんかあのトム・クルーズとかの映画でこういうの出てきましたよね。今2020年ですよ、ついに未来にやってきました。ちなみにこれ降りるとき、ね、これを押す感じですね。一瞬どこにあるのかなって探します。これを押しながらカチッとする感じですね。これで、あ、深い。で、結構、あ、ゲームができる。そうそう
まさか、まさかの Xbox ミッキーマウス、うん、みたいなな感じ。もうすごく下手。あのシアターがある。YouTube。YouTube とあの Netflix。例えば YouTube にすれば。It'll be a minute。これが結構ちょっと遅いですね。うん、Please subscribe。みんなチャンネル登録してね。お願いします。これを押してくださいね。これを押すとなんかパークに、ね。ああはーはーはー。パーキングね、オッケーオッケー。すごいなんかね、ビーンってね、電気の音が鳴ってます。